はい、2投目でございます。オッケーオッケー、マキエの一杯が全然重くなりましたね。なんかまだ散るな、もうちょっと寝るか。あんま遠投しないんでちょっと拡散重視で、あ、なんていうの、そんなに練ってない。手前でとにかく何もいない、何もいない。まあ、舐めた方が餌取りがいるんだよな。なんだ、手前何もいない。なんだろうね、こう潮がこう当たってきてるから沖に餌取りがいる感じ、変な感じ。手前の何もいない、何もいない。むしろ今なんだろう、浮きがある付近になんか餌取りがちょっと見えるぞみたいな感じですかね。うん、変な感じ。当ててきてんな、やっぱめっちゃ当ててきてるわ。ガンガン手前に寄ってきてる。あ、塩気が今回走らない。やりづらいな、塩がこう当たってこう来てんだね。今はね、コロコロは変わってそうだけど、ちょっと当てて、おっしゃー。うわ、ふわーって入ってきてるね。ふわーって入ってきてる。残念ながら。残念ながら。です。まあまあ、そのうち釣れるでしょ。なんか、でかい魚っぽくはないんだよな。あんなんで話すからな。ちょっと、薪の中の薪を使ってみましょう。もうちょっと浅いかな。なんかね、もうちょっと浅い気がするね。多分これで今一拾ないぐらいかな。全部ないですね。なんかね、多分一拾いないでなんか当たってきてるわ。なんか仕掛けがこう馴染む、ね。とりあえずなんか餌取りなんかグレなんかわかんないんで、それはその正体をね知りたいです。見えないの。薪を撒いたところで見えないんでね。まず餌取りの正体を確かめるという。ところから始めましょうか。だから今塩気から針まで一広ないです。 1.5 メートルあるかないかぐらい短い。投げづらい。これでとりあえずね、まあ、コッパが多いよという、もうすでに先情報があるので、まあ、なんか当たり的にはコッパっぽい、ね、2人的にはね。しかもそんなに遠投してないんで、今10メートルぐらいしか投げてないから。とはいえ、まあどこ狙うっていう。この辺が潮がなんかこう、ね、当たってこう跳ね返って、このあの辺に潮目ができてたりするんだけど、それ以外は難しそうだな。どこ狙うにしてもね、これでも泡溜まってるし。あそこ狙うと全然触ってる気持ちはある。お、なんか食っとった。食った足をった。あ、胴体はコッパです。コッパです。コッパでした。コッパでした。糸が走ったけど大きくはないっすね。やっぱコッパですね。コッパですね。いいっす。ちっちゃい。本当にコッパだわ。コッパだけど、まあ、よう釣れるわ。釣れる。めっちゃ釣れるわ。一回当たりがあったんだけどね。合わせず浮きが見えもなったけど、おっ、ちょっと乗ってた。
ちょっとだけ乗ってた。コッパでしたね。怖いて走ってましたね。どんだけ狙ってもコッパでしょうね、これ。今日はコッパでしょう。コッパの一日っすよ。まあ、グレがね、こう実際こう、なんていうのかな。まあ、当たってくるだけ、まあ、すごいっちゃすごいんだけどね。今どこ行ったって、ね、本当深島行ったって釣れないし、ヨノーズ行っても釣れないし、ヨノーズは直取りだとぼちぼち釣れてるんじゃないかなと思うけど、それは厳しいからね、こんだけコッパが、魚影が相当濃いんだろうね。ちょっとね、今、さっきから、巻きをドンピシャじゃなくて、ちょっと話しに。ちょっといろんなパターンで話し気味にしてる。今は巻き絵と巻き絵の間を狙ってるみたいな。同調は、まあ多少するかもしれないなっていうぐらいのあれで狙ってます。コッパ多いんで、まっすぐ狙っても絶対、なんていうのかな。コッパしか食ってこないから、コッパ以外ね、以外の両方ちょっと狙うには、が今日課題ですかね。お、お、なんだ、コッパか、また、こっちやってもコッパな。今ね、浮きに当たりが出たんですよね。お、多分お長でしたね。多分切れたわ。30あるなしぐらいだったけど、針ない。針がございません。ちょっと待ちすぎたね。沈み浮きっていうか、沈め釣りで沈んでいく浮きのスピードが速くなったから、当たりやったなと思いながら、もう一回走った時に合わせたら切れましたね。切れました。まあ、こっちも一応魚いるみたいですね。さっきやった時全然いなかったの。とりあえずじゃあ、かかりすぎ口と55でやりたいと思います。とりあえずね、とりあえず。まあ、これでもうガンガン飲まれるなら、またちょっと針変えようかなと。いやでも、なんか針何でも食ってくるわ。お長向けの針にするのか、ちょっと、じゃあ黒マルチにするかちょっと考えよう。あれ、ね、潮が結構変わるね。もう南からのこう押してくる潮がこの背に当たってるから、こう右に行ったり左に行ったりすごいわ。ちょっとした投げる位置で変わるのか、潮の変わってるのか分かんないけど、同じ横ってあんまり狙ってないから、多少ずらしてやるから、あれみたいな。さっきとまだちょっと手前から流したら、こう手前に当て状になって、もうこれ停滞し始めたんで、ちょっと違うんだね、また流れ方が。当ててくるのは当ててくれ、こっちを狙うと。さっき左側の晒しの方が、いいね。ちょっと今、糸たるんでた。当て状だからさ、結構ガンガン手前に来るから、糸回収しながらさ、やらないと糸のたるみがすげえ。これまたさっきと違って、さっきはあっちを狙って、次、左に3メーターぐらいずらして投げてます。コッパーが多いときは、まあ、同じとこ狙うっていうよりは、ちょっとこう、いろいろランダムに変えた方がいいかな。すごいね、当て状が強いから、糸の回収が早い。あ、当たったな。当たったぞ。ほら。当たったけど、ちっちゃいんだよな。巻きでね、ドンピシャにするとやっぱ、ちっちゃいんだよね。左側で釣ってるよりも、こっちのが、サイズちっちゃいですね。左の今2人が釣ってる方が、もうこれよりね、一回り二回りでかいのがかかってますね。お、すんげえ待ったけどね。すんげえ待ったけど。コッパですね。はい、一頭一尾でコッパが釣れますね。あ、だだだ。
当たってる塩気がスッて入るからね、はい、多分加えて持ってってるかな。火がどんどん入っていきます。はい、合わせました。いやー、ちっちゃいんだよなちっちゃいんですよねうん、どこ狙ってもこれか。厳しいな、厳しいっすね。あれですね、しかしさ、すごい場所ですよね、この玄関機でさ。ほんとどこ行っても黒がね、いなくなったという噂の大分県で、こんなにこんなに黒がコッパですけど、こんな黒がいるとはやばいよやばい、こんなおるんやね。福島行ったらさ、ほんとあれ、黒マジでもう全滅したのっていうぐらいさっぱりなのに、びっくりするぐらいこうめっちゃ黒。水温が分かんないからちょっとなんとも言えないけど、まあ水は冷たいかなっていう感じだけどね、うん、でも黒はすごいわ、魚影がすげえなんじゃこりゃっていうぐらい黒いです。またこの当て字すげえな、当て字はもうガン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 こうこう当てて、当てていってるもんね。いや、やりづれこっち流すの割とね、こうこっち向こうに流れたり、こっちにガンガン当たったり、どっちかだね。あ、当たったか、違うか。なんかちょっと沈み線っていうか、あれになってるのかな、なんかちょっと色が違うもん。ここはない、作ってない、何も当たらなかった。